も、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、結構苦戦しながらも常陽を制圧。芝居、常陽をノップがほぼ全てぶっ飛ばしたんだったな。そして今回は続きの工業攻め。各 Y さんは大衆になってもらうためにお留守番。苦戦さん部隊長にしようと思ったけど貧寒の兼ね合いで指揮勢力多いか満散したねん。昇進して1万まで引き連れるようになってたんだったな。そういや引き連れるといえば嫁たちのグループ名。コメント欄に名付けのセンス爆発してるのがかなりあった。NMB48 とゴツとツサカ、これ採用でございます。聞いたことあるやつでくさ。ハンラの大群も結構いい線いってるかとニヤニヤしてたんだけど完全に上回ってきた。みんなのネームセンスがごつい。普通に羨ましいと言いなさい。さて、冗談はさておき戦闘に入ろうかね。勝手にお前が言い出したんだが。初手から罠カンパして敵部隊も3部隊発見。援軍は4日後到着予測。まずやべえのがさっき見てたけど超春夏さんが馬勢に持ってたこと。ノップが食らってしまうと初手からかなり長い間戦法封じられるだろう。だから初手からどうするべきかめっちゃ悩んでるんだよね。初手戦法使えないし通常攻撃でどこまで削れるか。大宿さんなら弓兵でワンパン近くまで持っていけそう。上春夏に通常攻撃して後続でとどめさせてもらうのもあり。げ、惜しい。ノップがもうちょいごつければ超春夏ママを溶けてた。超春夏ママなんか超春夏さんというよりママのような母性が溢れてるよね。ここで年を取り巻くように本体発見。後で参戦部隊確認したんだけど馬勢持ちママ以外にもいたし最前線に残らせるのも危なさそうだから。一度引いて後続が届かなかったとしてもコブを入れれる状況にしておく。策を講じよう。都市周辺は動かなかったな。あ、ごつに惜しい。騎兵だったら届いてた。大宿さんに攻撃という選択肢もあるけど孤立狙われて攻撃されてもしょうがないから馬勢飛んでくると考えて全力でノップを鼓舞していこう。銀平坦までこぶ、75まで上昇。ただビビって配置しくじったと思ったのはノップの前にゴツニーか誰かしらを馬勢の盾要員として配置しておけばよかったということ。見事にママに馬勢されたな。お前、張り付けしてやる。転生前の記憶よみがえっててくさ。しかもママの馬勢諸葛亮さんと一緒で1050減少。ちょっと馬勢個人攻撃としては強すぎないか。ノップ自体は奮起残ってるし多少戦に上げれる手段もある、うん、とりあえず隣接だけしてママはゴツニーたちに任せてもいいだろう。あとは奮起するか大宿さん攻撃するか悩んだ末の答えは奮起。20回復で50を機械効果でも上昇してただろうし2ターンほどで戦法使えるようになるはず。やってやる。まだ動かないな。援軍迎え撃つ必要あるだろうしこの都市周辺部隊を動かさずに先方部隊を潰すというのも一つの立ち回りになってきそうだ。ゴツニーは大宿さんに通常攻撃。結構いいダメージ。馬勢されて思うのはやっぱ敵が複数馬勢持ちいるときは他の部隊も火力出せないとかなりきついということ。なんやかんやかマンも補正入ってるとはいえ兵力多くなると攻撃力300近くになるんだな。マジ品感上げて指揮兵力多くするの大事。これで大宿さん瀕死状態。銀平坦でママとどめさせてもらおうかな。加勢する。いいね、ゴツとツサカとハンラの大群、NMB のリーダー全員活躍してる。いや、一人一人グループ分かれてるのかよ。NMB はカマンさんね。銀平がハンラの大群かよ。そりゃハンラの大群は銀平坦の方が燃えるでしょ。燃え燃え。一番上に結構きついのくさ。明日は援軍到着。先方使えてたら長陽さん狙いの記者あったかもしれないけど先方溜まってないし都市部隊を動かさずに援軍を待ち構えるとしよう。と思ってたんだけどまさかの操作ミスでターン終わってしまった。確認内の無慈悲でくさ。まあいいや、ゴツニーにその分功績分けてあげよう。マジで敵の能力さえ低かったらめっちゃいいダメージなんだよな。いかにその状況をノップで作り出せるか。カマンさんと銀平坦だけど前進してもしょうがないし予測で明日の援軍到着ポイントに配置していく。おそらく前やった時はこの辺りに援軍来たはずだし適当に配置。これで予測合ってたら初手からノップの戦法が連携ありでぶっ放せるんだぜ。銀平坦少し離して配置。これで多少隣接確率も上がるはずだ。ついでに奮起して戦法も使える状態にしていく。どう仕掛けるか。いざ。正規軍の調整は完璧。次のターンで策略使われてしまうからこっちも使える状態でできれば動きたいところ。援軍来すぎだろう。
握手会かな？コツとつさか人気なさすぎではロタ。てか総衛さんが来てるんだが、とりあえず予測あっててかマンの連携発動できるな。総衛さん兵力多いから長領さん並みに攻撃力高い。車が借り使えたらめっちゃ気持ちよかったはずなのにマッマのせいで。てか10部隊で10万の増援なかなかに絶望展開だがな。どうしよう、総衛さん無力化するなら連携無視して突撃できるけどこの数だし少しでも無力化する部隊は多い方がいい気がするんだよね。一応突撃で当該巻き込めるのか。当該さん解説見てたら職にとどめさせた人だったみたい。3枚抜き頼む。カマンターン。まさかの突撃回復、これはデカすぎる。肝心の当該さんが見切れてる。ちょい残ってるがほぼ再起不能だろう。よしよし、車が借りないけどカマンさんのおかげで突撃もう一回使えるしこれはかなり有利。さすがにこの数ノップ以外が集中砲火食らったらひとたまりもないだろうからノップを最前線へ。総大将が進んで最前線なの本当ウケる。悩んだけどゴツニーで当該さんとどめ刺すことに。少しでも相手の手数減らしていくんだぜ。てか思ったけどこれ総衛さん捨てるなら実質本拠地での戦いと一緒だよね。まあ攻める前確認してなかったが総衛と隣接してたんだな。ということは本拠地攻めるときはまたこの数以上を相手するのか。ノップの前に出ると集中砲火されそうだから後方から安全に女性陣は連携発動することに。ゴツニー際どいラインだよな。クソが配置だバカ野郎。金平坦はもう突で反撃回避。カマンと二人で半分ほど削ったな。マジでノップ一人じゃこの戦い勝ちきれない。ついにノップにも限界があったか。まあでもこの数相手に4部隊で前線してるだけでも異常事態だと思うけど。しまった、ノップからターン始まるから誰か隣接させておけばよかった。完全に援軍が先に動くと思ってたな。しょうがない、連携ないけど最大効率の突撃で嫁たちがとどめさせる状態作っていこう。突撃2発で5万ほど吹き飛ばしてるのヤバすぎだろ。ノップの力持ってもこれだから本当に普通に戦ってたらきつすぎると思う。いいね、ノップは反撃でも火力出るから大歓迎。敵の動向は隊列神経を収める一撃。相手の連撃は実質ノップの連撃。敵の動向は駆けりを力に進め。おい、ゴツニーに炎はまずい。演技でも燃やされたみたいだしな。知略低すぎて効果抜群なんですが。ゴツニーでもとどめさせるからどんどん敵部隊減らしていく。てかノップも巻き込んで燃やされてるからまた戦意低下するな。ようやく車が借り使えるかと思ったのにまた遠ざかってしまった。カマンさんもとどめ。金平坦は乱撃で主前さん巻き込んでとどめ刺すことに。加勢する。電子兵力多いから硬い。それでも一連の流れで10部隊いた援軍も徐々にすっきり。めっちゃ燃える。燃えるほど燃えるってか、冗談言ってる場合じゃないと思うんだが。あ、しれっとまたゴツニー燃えてるし本格的にヤバいかも。総衛も燃え広がりで燃えてるな。燃焼ダメージ痛すぎはロタ。とりあえず総衛さんの話はヤバそうだから連撃で兵力削ることに。約半分、さすがに兵力多いと厳しいな。ノップも兵力7000ほど削られて能力徐々に下がってきてるしね。一応燃え広がらない位置に配置。超分炎の敵はこう考えるとマジで正規軍止めておいて正解だな。これ長期以降解放されていくと鬼ほど詰めてくるんだろうね。ノップの能力あってもさすがに賢くなった AI の前には敗北もありえそうだ。やべえ、ゴツニー火だるまになりすぎて本格的に離脱もありえる。だがウプ主の右手はゴツニーに突撃させる模様。体が勝手に右手に魂でも宿ってるのかよ。でもこれでノップは通常攻撃でも射程圏内だろう。あ、巨巨さんの息子、顔グラ確かに似てたな。頼むからゴツニー負けないでくれよ。初手勝ってそのまま最終まで温存して勝利。敵の攻撃力4での調整がうまかった。弁士さんに攻撃してもしょうがないし総衛さんフルボッコに。もうちょい。あそこへ。金平坦でとどめだ。加勢する。あ、でもこの配置銀平次燃えるんじゃ。やべ、気にしてなかった。あ、軍師潰れたら全部隊の戦意低下始まったわ。ただ隊士と違って銃だけだがな。まずい、ここまでノップの兵力削られたの久々。しかもまだ正規軍ほぼ残ってるしな。ちょっと前菜が豪華すぎた。あ、やっぱ銀平坦燃えてしまった。
服が燃えてそうだからわしのマントを貸してあげようかな。理由こじつけで覗きに行く男子かよ。彼シャツならぬ彼マント、彼氏いろいろとこじらせてそう。僕6人服官につけてたから現実で範囲攻撃ダメージすごいな。ちょ待って 96% の混乱回避されたんだけど、とんでもない豪運発動してて草。その後電子さんを全員でフルボッコ。これなら誰攻撃されても反撃で沈みそう。全力です。賢い。ノップのターン。車がかりで長領さん巻き込めるけど、汽車でも巻き込める。汽車で半分か。やっぱ兵力不足でかなり能力下げられてる。車がかりはもうちょい効率よくできそうだから汽車で攻撃。そのまま離脱を目指す。これまた微妙な範囲だな。めっちゃ追いかけて草木発動されそうな予感。超分煙の敵、行くぞ。時は来た。知っていた未来。今こそ勝負に出る。とりあえずノップだけならなんとでも。あ、銀兵巻き込まれたな。動けない銀兵隊から見つめる。早くからね。お前も動けないんだよ。敵の動向は進め。一気に兵士軍が動いてきたね。強行で反撃できないのが痛い。やってやる。火力でないゴツニーで電子さんとどめ。ついても遅いのだ。そしてマスマ譲りの劣化でカマンさんは燃やしていく。あ、風向き変わってるし、このままじゃノップ燃えるのでは。だ、大丈夫と信じたい。ノップを狙うのは問題なし。ギリギリで風向き変わってノップ炎上しなかったな。わし、本気で燃やされそうだった。日頃の恨み入ってそうで草。バカな、ヘルムラ、どんな手を使おう。あ、罵声はずるい。車がかり封じられたな。やべえ、全体的に劣化使いすぎて戦場が火の海なんですが、ここでしばしがときめく。長雲さん抜けては解放されてたし、これで埋まるかな。でもこれならしばしさん潰せば車がかり復活する。なんか脳筋に対して相国関係知略系ばかりだな。嫉妬してるんじゃないかな。ゴツニーのターンで策略溜まってるし、長領さんにとどめさせるから家計使うことに。本当に戦場火の海になりそう。時は来た。今こそ勝負に出る。もいもい。感じが違うんだよな。てか自分の周りも大炎上なんですが。でもこれで敵もかなりのダメージ。カマンさんと銀兵ターンでもとどめさせれるの多くなってそう。カマンさんはしっかり風読んで燃え広がらない位置で攻撃。斬撃でこれはいいダメージ、はい、金平坦は孤立してる部隊の攻撃かな。火をかけよ。さらに燃やす。こんなに戦場が大炎上することあるのか。もしかしてここが鉄壁ですか。10日目雨降ってきたし、そろそろ鎮火始まりそう。てかほんとよくカマンさん特に回復してくれる。確率なんだろうけど、これ発動してたらめっちゃ有利だな。よし、あとはちまちま潰すだけだ。敵の打ち崩せ。最後はカマンの反撃で全部大撃破。さすがに苦戦した。高揚取ったどー。良き戦であった。長領さん仲良くなったし、投用できるかどうか。当該が仲間になったようだ。それはでかい。あ、大宿さんパッパに食われた。長領も解放されたようだな。全体的に今回先行多め。銀兵がかなり活躍してるな。これは次の表情で品感上がるかも。マジ鉄壁の防御。あそこが陥落しない限り5は生き残るだろうな。いい感じにごと隣接しないように進んでいかなければ。紅葉だーと言っても何も思い入れとかはないのだけども。さ、そしてパッパからのお呼び出し。どうやら提督の打診だそうだ。提督かん、これか。冷静にノップが解説してくれてるが、新生でいう軍団長的な感じのあれね。え、だとすれば結構やれる幅増えるんじゃないのかな。どの範囲任せられるかだが、自由に大衆の指名とかもできてもおかしくなさそう。ちなみに今気づいたけど、提督じゃなくて都督だったわ。さ、またお呼び出し。まあまあだとツンデレパッパ。ごついツンデレは勘弁。さて、常用の大衆は狙い通り格Y さんになってるかな。なってるな。それに紅葉の兵力も6万超えてて、またすぐに戦えそうだ。見落としてたけど3方向から挟まれてたし、すぐに攻め込まれなくてよかった。次は降下戦だな。また総衛さん援軍で来るだろうし、めっちゃ激しい戦いになる予感。
そういや効果には大元気さんいる失礼さらなければやろうとしてること俗なんよ。仕様が今の儀の本拠地、だいぶ中枢まで入り込んできたし、このまま一気に拡大していきたいところだ。今回ちょっと早いけど進めたら進めたでまた切り悪くなりそうだからここまでかな。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。